ジョセフ・ワイズマンは、カナダの俳優、モントリオール出身、その後アメリカへ移住。1930年代から10代で、ブロードウェイの舞台に立つ。1950年に映画デビュー。翌年、ウィリアム・アイラー監督の映画、探偵物語の精神異常者役で話題をさらう。1962年、007ドクターノーでは、仇役の脳博士を、 東洋人風のメイクアップを施して演じ、伝説の悪役となった。他の出演作品は、マイケル・ウィナー監督の、追跡者、許されざる者、USA ブルースなど、21世紀になり、80歳代になっても、ブロードウェイの舞台に立ち続けた。2009年10月19日、マンハッタンの自宅で病死。フォックス、マルガリート、ヨゼフ・ワイズマン、ジェームズ・ボンド・エス・ドクターの、 DS Art 91 The New York Times 2009年10月20日閲覧 DVD007 Dr. Roll、no. 特典オーディオコメンタリー Entertainment Awards A Music Cinema Theater and Broadcasting Guide 1928スルー2003倍弾 フランクス ISBN978 から0から7864万1798から8948年にジョーン・オブ・アークとして映画化イングリッド・バーグマン主演日本語記事や字幕でマッセイ・シンプとされる場合があるヨゼフ・アイズマン・アダン・バーンスタイン・ウェンズ・デーオクトーバー21-2009 ベストオブキネマ巡報上官1950から1966。日本語記事や字幕でデニーニとされる場合がある。ありがとうございます。